皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、新入荷のご紹介でございます。の割にはですね、箱の紹介になっちゃってますけど、実を言うとね、KHS の F20 ですね。あれの、まあ、いわゆるトップエンドモデルの RC ですね。あれがやってきてくれたんですが、ちょっとですね、組み立ててですね、店に展示するもう場所がないというところになってしまっておりまして、ご注文いただいてから組み立てますというような感じに、なります。で、それのまあご紹介ということで、まあ、箱しか映ってないよということですね。いわゆるマットチタンかな、あれとグロスブラック、1台ずつ来ております。で、やっぱ興味があるねという人はもうぜひぜひ、お問い合わせをいただきたいなというふうに思います。ここですね、コロナのありましたおかげで、まあいろいろね、物価高の話が出ておりますが、それはもう自転車もね、例外のないところで値上がり、まあ、してはいると思うんですよ。僕もKGS もね、値下がりはさすがにしませんから、値上がりはまあしてるっちゃしてるんだけど、その上がり方がですね、非常にリーズナブルというか、他のメーカーさんの、値上げ率に比べるとですね、明らかに優しいというか、結構ね、いわゆるハイコストパフォーマンス、費用対効果の高い自転車って言ったら、まあ、ジャイアントがやっぱ一番有名どころだとは、今でもそうだとは思うんですけども、なんかもうそれに匹敵するっていうか、それを上回っちゃおらんですかねって言いたくなるぐらいな内容になっておるなというふうに改めて思います。で、それもね、まあ、なんていうんですかね、乗ってみりゃわかるんですけど、まあ、うちがね、うちの試乗車の F20RC に関して、こう、何度か述べておりますので、ちょっと興味が湧いたという方は、そっちの方も、おさらいしていただけるとありがたいんですけど、すごい、絶妙なところですよね。畳める自転車で、そのスポーツサイクルであると。そのロードレーサー的な何かを、最もよく再現したんではないかと。言われている中折れ式の折りたたみ車だなというふうに私は確信しております。で、そのロードレーサー的な何かというよりも、もっと言ってよければ、上質なスチールレーサーですよね。イタリアンスチールとかね、トマジーニとか、それこそチネリのスーパーコルサとか、あの辺とかのカザーティとかね、あの辺の、いわゆるイタリアンスチールと同じような雰囲気で走る。だからそういうようなところまで乗車感覚っていうのをこう煮詰めたというか、高めてくれた折りたたみの自転車というふうに考えると、超画期的な一台なんだろうなというふうに思います。であればこそ、もう発売からもう確か去年で20年ですもんね、丸20年経ってますので、それぐらいずっと愛され続けているという理由が乗っていただければわかるわなというふうにもしみじみ思うところなのでございました。ね、お話ししましたように試乗車ございますので、ちょっと興味があるぜという方はぜひぜひお運びいただきたいなと思います。